デンブリッジ全長150メートルの、遊歩道です。橋の、裏側っていうか、ベトナムダナンの新観光地バーナーヒルズに向かっております。貸し切りリムジンタクシーみたいな感じですね。料金が往復待ち時間込み、80万ベトナムドン、日本円に直してそうですね、8756、5600円、5000円から6000円の間ぐらいですね。まあちょっと高いんじゃないのっていう、他にも安い行き方はあるだろうって話なんですけども、なんかバーナーヒルズって山の上にあって、帰りグラブだとほとんど車捕まらないよって話で、タクシー逃げられちゃうと帰り身の方法がなくなるっていう情報がありましたんで、まあ5,000円、6,000円なら往復リムジンで貸し切りで行って、貸し切りタクシーでうんちゃんに向こうで待っといてもらうと確実ですから、これもホテルに料金払ってますからね、逃げられるっていう心配は、まあ、基本的にないですから、ホテルの責任になりますから、まあ、ホテルのフロントで予約すると多分割高は割高でしょうけれども、でも全部ぼったくられたって5000か6000ですからねと、そう思っちゃうんですね。入場料金はそうですね、日本のディズニーランドやあの USJ に比べるとちょっと安いかなっていう、だけどまあベトナム水準だと相当高いかな、なんだけども、まあ、基本日本円に直して、まあ、いろんなチケットがあるんですが、まあ、昼食のビュッフェ込みとかみたいなやつね、だいたい5000円から1万円の間で、あのこれホテルで予約しても同じ値段でした。基本だから往復交通費の、80万ドンプラス、まあ、チケット代と、いうことで、まあ、今回はトータルで330万ドンだから、2万円から2万5000円の間で2人分を予約してます。まあ高いっちゃ高いけども、まあ新観光地で、基本的にこれね、あのバーナーヒルって例のこの大きな金色の橋が仏様の手の上に乗った形のイメージの橋で有名な観光地なんですが、実はそれ以外のテーマパーク、例えば古いフランスの街並みを模した街であるとか、まあいろんな子供向けの遊具アトラクションのあるところとか全部含めての値段なんだけど、まあベトナム来てわざわざ遊園地行くかって話でもあります。まあとりあえずどんなところか行ってみましょう。バーナーヒルズ到着です。ですね、チケットどうするのかなと思ったら、あのバーコードで、ドライバーがチケットをもう取得してて、それを LINE で送ってもらうということになりました。で、私 LINE やってないんですけども、一緒に来た人間が LINE をやってたんで、そこにあの、チケットの QR コードが2枚送られてきて、でそれでまあこれから入ると、それで帰るときにはもう一遍 LINE をして、ここまで迎えに、この駐車場まで迎えに来てもらうということなんで、今もう LINE やってないと全くアジアで身動き取れないって感じですかね。私みたいに LINE やってないって本当生きていけないわーって感じです。とにかくまずバスに乗っていくみたいです、駐車場から。韓国からのバナナは直行便がありますので、もう至る所韓国語、韓国人ばかりです。まあ、LINE って、まあ、親会社韓国企業、そのこともあるのかもしれません。駐車場からはこのバスに乗って上がってきます。バーナーヒルズの入り口です。やっぱりなんかディズニーランドをめいてますね。はい。チケット売り場も当日券売り場もあるわけですが、もうすでに我々はバーコードでチケットはゲットしてます。あそこ入場料金表がありますから、それ取っておきましょう。入場料金、大人が、90万ドン、ビュッフェ付きだと125万ドン、90万ドンということは、
6300円、まあ6500、6000から7000円の間ですね。ビュッフェ付きで1万円弱と、そういう料金体験になってます。サンワールドバーナーヒルズ、要するに巨大テーマパークのようですね。門はくぐったんですけども、その後延々とですね、こういう土産物屋っていうか道が続いてて、実はまだ入場券を提示してません。私たちの目的はただ手で支えられてる橋なんですけど、そこにたどり着くのが大変です。はい、もうでもほとんどの団体客がそれ目当てみたいなんで、なんとなく人の流れについていったらそのうち着くんじゃないのっていう、そんな感じです。なんだかよくわかんないけど、こうやって手で支えられてる橋はどこだって聞いたら、この行列に並べと言われます。多分この先にロープウェイがあるんだと思います。入場料金のシステムが面白くてですね、年齢制限じゃなくて身長ごとで、身長1メートル以下はただ、1メートルから1メートル40センチまでは子供料金、1メートル40センチ以上は大人料金。まあ合理的っちゃ合理的ですね。だから年齢じゃなくてサイズで料金が決まると、ものすごく公平で正確っちゃそんな気がします。入場はスマホの QR コードを見せるだけで、バーをくぐって終わりということなんですけども、これしかしスマホがないとどうにもならないですね。完全に高齢者会場です。あ、でも外国人の高齢者、あれはパックツアーか。あー、もう高齢者はツアーで来いって感じですね。そしてこれから乗るのがこのロープウェイです。